2倍と 982mm 自動迫撃砲、トリアッチ技術博物館の展示品2倍と 982mm 自動迫撃砲は、ソビエト連邦が開発した合計 82mm の自動迫撃砲である。とは、ヤグルマギクの意。1970年代に開発され、既存の 120mm 迫撃砲を代替する形で配備が進められた。2倍と9は、 従来の迫撃砲のように方向から砲弾を装填して使用することも可能であるが、砲の後部右側からクリップでまとめられた4発の標準型 82mm 迫撃砲弾を装填して連射することによって、極めて短時間のうちに砲弾を広範囲に着弾させることができ、広い地域を効率よく制圧することが可能である。また、45度以下の行角を取って発砲することも、 可能なため、無反動砲や不評砲のように直接照準で標的を砲撃することもできる。2倍と9は1979年からのアフガニスタンにおける戦いで使用され、ソ連軍にとっては頼れる支援下記であり、ムジャーヒディーンにとっては恐るべき存在の一つとなった。2輪と2脚を備えた砲がに搭載されており、標準的には トラックなどで牽引されるが、アフガニスタンでは、BMP-1 不評戦闘車や、MTLB 汎用装甲車などの車体上に、搭載して、即席の自走迫撃砲とすることも多かった。チェチェン紛争でも、ロシア連邦軍が使用している。中国でも中国北方工業工事が類似の8 2ト、mm、ル自動迫撃砲を99式として生産しているが、 中国人民解放軍への配備状況は不明である。ありがとうございます。